境を越えていつか叶えたい奇跡があるの。勝ち取りたいスペシャルパラダイス、行くよ行くよ、切り込む夢に見てねえさ。あれ、ジョヒー様。ん、お久しぶりございます。私です、ルルジです。ルルジルルジ、あのルルジか。このおニューの武器、お前で試しても良いね。喜んで。疲れた、椅子になれ。はい。あ、ジャヒー様の重みが、あ、尊い。貴様にも食わせてやろうか。あ、ジャヒー様の意地悪が、もっと。は？ジャヒー様ほどの権力者となると、ジャヒー様をよく思わない輩がジャヒー様の命をつけ狙っているかもしれない。もし迂闊に外食などして毒など盛られたら一大事ということですね。え、そうじゃ、よくぞ見抜いた。ああ、私はなんて愚かなんでしょう。こんな簡単なことにも気づかないなんて。うん、そうじゃな。貴様が考えついたんじゃ。は？まさか、あの一度入ると生きては帰れないという青木ヶ原樹海ですか。どこじゃそこ。そうじゃ、その青ヌンドル樹海な。本当は小さい林みたいな山じゃが。やっぱりあそこは私もまだ手をつけていない未開の地。は？貴様が手をつけたものなど口にするか、下等生物。二度とこんな真似はするな。ジョヒー様、もう一杯。は？ジョヒー様の身にそんな危険が。私ったら何も知らずのうのうと。ダメダメダメだからって。じゃが、しかし我は倒したのですね。私もそのお姿目に焼き付けたかった。失礼しました。ジャヒー様のことです。おっしゃられなくてもこのドゥルジには分かります。きっと形がなくなるまでむごたらしい殺し方をされたのでしょう。ドゥルジの発想がむごたらしいわ。は？この我がなぜこんなことを。ジャヒー様？うわっ！こんなところで何していらっしゃるんですか？あ、いえ、私は。あ、もしかしてヒーちゃんのお友達？ヒーちゃん？は？うわぁ！ドゥルジ魔力を抑えろ。しかしあの者、ジャヒー様の名を。ジャヒー様じゃと、ほら目立つじゃろ、人間界で。我がここではヒーちゃんと呼べと命令したんじゃ。なるほど。私はこの店の店員。店員じゃ。ん？店員たら店員、どこからどう見ても店員じゃ。どうしたのヒーちゃん。頼む、今日だけは我がこの店の店主ということにしといてくれ。どうして？嘘は良くないわよ。この通りじゃ、頼むな。でもどうして、理由は？理由あの、先ほどから、何を。ひーちゃん、ドリンクオーダーお願い。あの者、今ジャヒー様に命令しませんでしたか？すらんすらん、なんもすらん。は？平たく言えば、強欲な下等生物を利用し、相談料という甘い汁を吸い上げる。まさに我々魔族にとっての天職。落ち着けてるし。失礼しました。は？聞け、魔界ナンバー2の我の話を。人間ども、ごきげんよう。我が魔界にいた頃は力こそ全て。なるほど、現代社会でも必要なのは力、すなわち財力、そして能力のある人材ということですね。さすがです、ジャヒー様。申し訳ございません、ジャヒー様、つい興奮してしまって。
ああ、かまわんかまわん。我は思うに、上に立つ者は部下の才能を見抜き、のびのび仕事ができる環境を作らねばならない。そうおっしゃるのですね。おっしゃる通りです。理想の上司とは、ジャヒー様のように部下を信頼し、そして導いてくださる者。そして時には厳しく、時にはご飯をおごるなどする。部下とのコミュニケーションも大事。そう、部下と上司もまた家族恋人といった大事な人間関係の一つだということを忘れてはいけません。そういうことですね、ジャヒー様。道島です。その件はお任せすると伝えたはずですわ。ええ、わかりました。ご苦労様です。それでは。ずるぜ。申し訳ございません。こんなもの、壊してくれる。さあ、ジャヒー様、気を取り直して続けましょう。あ、私からは以上です。よく頑張った。この度はいい報告ができず申し訳ございません。こんな結果を知ればジャヒー様が嘆かれるのも当然です。これっぽっちしか魔石を回収できないなんて、私は、虫です。虫以下です。ゴミが、ゴミ以下のクズが。その程度で我に報告するなどいい度胸じゃ。ボケなすボロクズが。フレッシュジュース追加。それだけではないぞ、季節のパフェも頼む。かしこまりました。当然、貴様のおごりじゃ、ジョルジ。さらにプラス。はい、喜んで。プリンアラモードスペシャルセット、一人前じゃ。お叱りありがとうございました。あ、人間のくせにどうしても我に使いたいと懇願してきよってな。他にも何人か。人間のくせに私よりも信頼のおけるものなんでしょうか。あ、いや、それはこうしてはいられません。ルルジ、魔石をたくさん集め、あの者より私の方が優秀だと、私こそがジャヒー様の一番の部下だと証明してみせます。おう、次の報告会を楽しみにしていてください。なんとかごまかせた。これで我の威厳は保たれたな。伝票こちらに。その上伝票、威厳は保てたが、失うものも大きかったジャヒー様だった。